ピエトロ・カバリーニ、最後の審判。ピエトロ・カバリーニは中世イタリアの画家、モザイク作家。経歴はほとんど知られていないが、ピクター・ロマヌスという署名から、ローマ出身と思われる。ピエトロ・カバリーニとも表記する。カバリーニが最初に注目されたのは、サンパオロフ・フオデリレ・ムーラ大聖堂のための連作モザイクで、新約聖書及び旧約聖書の中の総話を題材とした。 しかし、1823年の火災で、作品は消失した。1291年、ベルトルド・ステファネスキ・スーキ教の依頼で、ローマのサンタマリア・イントラステベレ教会に、マリアの生涯からの情景という6つの場面からなる、モザイクを制作。写実的描写と、遠近感の試みが高く評価される。1293年、フレスコが最後の審判を、 ローマのサンタチェチーリアイントラステベレ教会に描く。ローマ派自然主義の特徴をよく表していると言われている。1308年、カバリーニはナポリのカルロニセの王宮で働き、ローマ派の同僚、フィリッポルシテと共同でサンドメニコマジョーレ教会、サンタ、マリアドンナレジーナベッキア教会の壁画を制作した。それからローマに戻ると、 サンパオロフ・フオーリレ・ムーラ大聖堂の外部のモザイク装飾に着手した。カバリーニの弟子の中にはジョバンニ・ディバルト・ロメオがいる。ありがとうございます。